はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はですね、久しぶりにルックブックを撮ってみました。クリスマス直前ということで、インスタでみんなにクリスマスの予定を聞いたんですよ。バレてた方もいたんですけど、そのみんなの予定で私が勝手にコーディネートを組んでみたっていうルックブックになっております。全部で13コーデ組んでいったので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ということで、まず1コーデ目が定番にちょっとクリスマスパーティーっていう予定だったので、今回はまあちょっとカジュアルめなクリスマスパーティーなんだけど、でもやっぱパーティーなのでちょっと特別感だったりとかっていうのを意識したコーディネートにしております。メインはこのファーのアウターなんですけど、これフードついててめっちゃ可愛いんですけど、こういったファーもね、やっぱ冬っぽさがめちゃくちゃ出るので、ホリデーシーズンとかにはぴったりなんじゃないかなって思います。ちょっと今回のコーディネートは私の中で勝手にドレスコードを組んでいて、デニムに黒のトップスっていうドレスコードでクリスマスパーティーのコーディネートしていったんですけど、レースのトップスもすごくやっぱ今年っぽさもありますし、パーティーっぽいお洋服かなと思ったので、このトップスを選びました。ということで、続いて2つ目のコーディネートが、クリスマスだからこその美容デーっていう、とっても女子力の高いクリスマスを過ごす方がいて、やっぱクリスマスなのでちょっと赤は取り入れたいなっていうので、バッグにまず赤の小物を持ってきてあげて、でやっぱ美容デーなのでちょっとファッション感度高くいきたいなっていうことで、今じわじわとトレンドの来てるパンツとスカートのレイヤードスタイルを作ってみました。あとはやっぱりこのハートのネックレスがちょっとポイントかな。ホリデーらしさがあったので、今回はこのネックレスを選んでております。続いて3コーデ目なんですけど、オーストラリアに行くっていう方がいて、めちゃくちゃ羨ましい。オーストラリアって南半球じゃんと思って調べたら、やっぱりオーストラリアのクリスマスは全然夏だったので、初のクリスマス夏コーデを組んでみました。まあこれは日本の概念なのかもしれないですけど、やっぱクリスマスってちょっとファーだったりとか、そういう生地感のイメージがあったので、ノースリーブなんですけど、素材感でちょっとクリスマスらしさを出せれたらいいなと思ってこちらを選びました。クリスマスにビーチに行く方も多いみたいな感じで書いてあって、何そのクリスマスってまず思ったんですけど、ビーチにいつでも行けるように中からビキニ見えたりとかしても可愛いかなと思ったので、下に仕込んでおります。続きまして4コーデ目でございます。家族と過ごすって予定だったんですけど、私も実家にまだ住んでいた時はもう絶対と言っていいほど結構クリスマスは家族で過ごしたりとかしてました。もともと多分ね、こう家族で祝うみたいなイベントごとだと思うし、結構もう私の家庭も盛大にとかじゃないですけど、本当にみんなで集まってご飯とかっていうのをよくしてましたね。アットホームな感じでゆったりリラックスできるようなコーディネートにしてみました。赤にチェックってもうザクリスマスじゃないですか。クリスマス以外いつ着るのっていう感じのコーディネートになったかなと思います。ではでは、続いて5つ目のコーディネートが、クルージングをするっていう予定を送ってくださった方がいて、あんまりやったことないのでちょっとイメージでコーディネート組んでみたんですけど、私のクルージングのイメージって、みんなで船に乗ってビキニでイエーイみたいな、なんかそういうイメージが勝手にあったんですけど、さすがにまあ室内でクルージングディナーとかなのかなと思って、ちょっとそれを意識したコーディネートになってます。なのでちょっと綺麗めなドレスアップしたような格好なんですけど、まあやっぱこうやってコーディネート見てても、どっかしらに私は赤色を入れたいんだなっていうクリスマスイコール赤っていうすごく安直な考えで赤いドレスを選びました。では続いて6コーデ目が、クリスマスマーケットに行ってからの御堂筋のイルミネーション見に行くっていう予定だったので、まあやっぱりちょっと暖かさ防寒も兼ねた方がいいかなと思ったんですけど、最近東京あったかいので、私多分気温の感覚がバグってる気がするんですよ。ちょっと寒そって見えると思うんですけど、全ては東京のせいということで、でも一応マフラーとかをして防寒できるようにはしたつもりです。今回ちょっと赤から1回抜け出してブルー系で攻めてみました。確か御堂筋ってイルミネーションなんか青っぽい感じじゃなかったでしたっけ。そのイメージがちょっとあったので、今回青をテーマにして組んでみたんですけど、チェックのスカートとかね、ファーのバッグとかね、ホリデームードを醸し出したコーディネートになっております。では続いて7コーデ目なんですけど、お台場でデートっていう予定だったので、女性らしさもやっぱり欲しいかなっていうことで、このようなコーディネートにしてます。一見すごくシンプルに見えると思うんですけど、まずこのデニムのスカートもちょっとタイトめなボディラインが出るものを選んであげたりとか、あともう一個ポイントで言うと、映画館デートなのでちょっと映画館入
いた時とかアウターを脱いだ時にちょっとこう肩が見えるっていうこの女性らしさポイント、これがやっぱ今回のコーディネートではポイントになってくるかなと思います。デートっていうことなのでちょっとそれを意識したコーディネートにしてみました。では続いて8コーデ目なんですけど、一人で癒し時間を作りたいと思ってますっていう、街中が賑やかになる時期だと思うので、そんな中お家で一人の時間を楽しむっていうめちゃくちゃ素敵な予定だなと思って、まあ本当に今回もパジャマなんですけど、これ言っちゃえばちょっとパジャマもホリデー仕様のものを選んだりとかして、ホリデーもしっかり楽しみつつリラックスもしつつ、とってもぴったりなお洋服かなと思います。続いて9コーデ目なんですけど、ちょっとまたもう一個クリスマスマーケットのコーディネートを組んでみました。結構みんなの予定聞いてるとクリスマスマーケット行くっていう方がたくさんいらっしゃったので、2つぐらいコーディネート組みたいなと思っていて、今度は横浜の赤レンガのとこですね。赤レンガっていうことだったので、ちょっとこう北欧風なヨーロッパ風な感じのコーディネートをしたいなと思って、なんかちょっとロックな感じになりましたね。グランジっぽいというか、クリスマスコーデっていうとちょっと可愛い感じを想像しがちですけど、ハードなロック系もすごく可愛いなと思って、結構私このコーディネートは気に入ってますね。なんかインスタとかピンタレストとかで赤いタイツ履いてる方ちょくちょく見てて、普段どうやって合わせるかなって思ってたんですけど、やっぱこういうクリスマスのシーズンとかすごい可愛いなって思いました。ということで続いて10コーデ目がパリに行くっていう方がいて、素敵すぎる。パリはまだ行ったことがないのでいつかは行ってみたいなと思ってますが、やっぱりパリっていうとこうファッショナブルなイメージがあるので、攻めな感じで今回はコーディネートしてみたんですが、本当は私ショートパンツニット素材が良かったんですけど持っていなかったので、ちょっとこのパンツで代用してますが、色味は全体的にブラックホワイトレッドでまとめていて、あとはこのレザーのコートだったりレザーのブーツだったりを入れて引き締めたりとかしてみたんですけど、パリのクリスマスってこのぐらい気合い入れてもいいんじゃないかなと思って、張り切りクリスマスコーデですねこれは完全に。では続いて11コーデ目が男女44でのクリスマスパーティーで、しかも初対面の方とのクリスマスパーティーということで、初対面なのであまり当たり障りのないって言ったらあれですけど、男女ともにこう好感の良さそうなコーディネートを選んだつもりなんですけど、まあ、でもやっぱり普段の自分らしさも欲しいなっていうことで、ちょっと個性的なアイテム、これで言うとまあヒョウ柄のコートとかそういうのを持ってきて、ちょっと自分らしさも出しつつ割とシンプルめなじゃないですけどコーディネートにしたつもりです。では続いて12コーデ目が友達とグランピングお泊まりをするっていう予定でコーディネートを組んでいきました。グランピングもやったことないんですよ実は。ずっとやりたいなって言ってて今までやってこなかったんですけど、今度ね3月に家族で旅行行くんですけど、その時にグランピングする予定なのでめっちゃ楽しみなんですが、動きやすさっていうかちょっとまあラフな感じも入れつつクリスマス要素も欲しいなっていうことで、この赤色のねパンツだったりとかムートンベストとか持ってきてあげて、ホリデー仕様なグランピングコーデにしてみました。なんか夜とかやっぱ星とか見てとかするのかな、楽しそう。ラスト13コーデ目はクリスマスカフェの予定でコーディネートを組んでいきました。白を基調とした感じにしてみたんですけど、なんかカフェって私的にまあいろんなカフェもちろんありますけど、ブラウン系とかホワイトとかそういう柔らかい感じのカラーが似合うのかなっていう風に思ったので、中は白でまとめてあげて上からこのブラウンのヒョウ柄のコートを持ってきてあげて、カフェっぽいコーディネートを意識して組んでみました。最近は結構私はミディ丈のスカートも履くようになってきて、ロングブーツを合わせるっていうこのバランスがすごく可愛いので、こういったスタイリングも来年もちょこちょこやっていきたいなっていう風に思っております。はい、ということで今回はこんな感じでクリスマスルックブックを撮っていきました。たくさんの予定を送ってくださって皆様ありがとうございました。ぜひぜひ参考になったら嬉しいなと思います。それぞれの予定で良いクリスマスをお過ごしください。ではバイバイ、ハッピーホリデー。